ちは大丈夫ですか。また2個も強いです。ただいま硫黄門を通られた方は左側の賽銭箱付近が若干空いております。ゆっくりとお進みください。小さなお子さんをお連れの方は左側に優先スペースがあります。ご利用ください。いや、僕は本当に新選組の大ファンで高畑不動尊のしょっちゅうお参りさせてもらったんで今日できること本当に光栄なんで、ちょっと謎かけを一つやってもいいですか皆さん。20数年前で、僕らが生まれる前、あ、ほか
で、そんなとこからどん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 こうね、発展していって、我が家も周り畑でした。ところが今やもう全部家だから、人口も相当増えたんじゃないかと思います。ね、その人口すべてに服を届けるというのが今日の私の役割です。ということで、角田さんも久しぶりにいらっしゃったんじゃないですか。何年ぶりですよ。なんか去年なんかね、もう 2,3 日前に電話かけてきて、あ、中止になりましたって、みたいな感じになりましたけど、でもどうにか今年は開催できてとっても嬉しいです、ね、本当にたくさんお集まりいただきましたので、皆さんぜひ福豆受け取っていただければと思います、はい、そしてね、ぜひ押し合ったり返し合ったりとかしないように、はい、気をつけて、安全第一ですよ、はい、なんか高知の子みたいな安全第一、よろしくお願いします。はい、それではもう間もなくスタートさせていただきます。大変お待たせいたしました。それでは豆まき式11時の回、第1部始めさせていただきます。ゲストの方々ご紹介させていただきます。歌手でもありますし、ドラマーでもあります、角田博さんです。よろしくお願いいたします。先ほどもちょっとお話ししました、頑張って投げます、そこの屋根よりちょっと後ろの方は届かないかもしれません、でも精一杯投げますので、頑張ります。よろしくお願いいたします。そして楽しい話もいただきました、U字工事のお二人です。はい、お願いします。はい、U字工事の益子でございます。すいません、福田ですね。服マシマシで頑張っていただきます。お願いします。女優であります植木優子さんです。よろしくお願いします。服の裾分けをお手伝いできるように頑張ります。よろしくお願いします。俳優でジャズシンガーでもあります寺泉健さんです。皆さん、おはようございます。ハモリの中、ようこそお越しくださいました。今年も皆さんお元気で笑顔でお過ごしください。よろしくお願いいたします。地元の演歌歌手でいらっしゃいます岩崎愛子さんです。皆様、おはようございます。たったはた文章と歌わせていただいております、岩崎愛子と申します。今日は一人でも多くの皆様にたくさん福を届けられるよう精一杯投げさせていただきますので、よろしくお願いします。演歌歌手の藤原博さんです。皆さん、3年ぶりの豆まき式に参加させていただきます、藤原博です。来週は日曜日、NHK の BS 日本の歌という番組に出演いたしております。今日は皆様に、コロナが早く収束して元の日常が戻りますように心を込めて、服を巻きます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして京王電鉄のイメージガール、プラットガールの園原ありささんです。皆さん、寒い中ありがとうございます。皆さんに服を届けられるよう頑張って投げます。よろしくお願いします。ありがとうも可愛いよ。ありがとうございます。そしてオーストラリアで5年間プロサッカー選手としても活躍されていらっしゃいましたアレックスさんです。皆さん、おはようございます。今回初めての参加ということで緊張しておりますが、皆様と笑顔満点で楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして2023年のミス日本グランプリであります吉岡恵麻さんです。皆様、おはようございます。本日は兵庫県から皆様に会えるのを楽しみにやってまいりました。たくさんの服をお届けできるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてミス日本の緑の大使、上村さやかさんです。
ミス日本緑の大使の上村さやかです。現在慶応義塾大学の大学院生です。本日は年女うさぎ年の年女として皆様に福と元気をお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。準ミス日本の東海林安寿さんです。皆様おはようございます。準ミス日本高校2年生東海林安寿です。本日は皆様にたくさんの服をお届けできるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。そして祇園の舞妓でいらっしゃいます勝秀さんです。皆様おはようさんです。祇園高校からいらしてもらいました勝秀です。初めてなんですけど頑張ります。と申します。そして祇園の芸妓さん勝春さんです。皆さんおはようさんです。うちも初めての参加で緊張してるんですけど祇園から持ってきた服をたくさん任せてもらいたいと思います。と申します。よろしくお願いします。そして国税庁からやってきた飯田くんです。四角い頭が特徴の元気いっぱいですね。インボイス発行事業者の登録申請書の提出はぜひ e-tax でお早めにということです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。夏木さんです。皆様おはようございます。ミス日本海の日の稲川夏木と申します。この1年が皆様にとって福がたくさんある1年になるようお祈りしております。このマスクの下で笑顔で頑張りますので本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてサンリオピューロランドからハローキティちゃんです。皆さんこんにちは。サンリオピューロランドからキティちゃんがやってまいりました。皆さんにたくさんの服が届きますように頑張りますのでよろしくお願いします。はい、以上の皆様で豆まき式を行いたいと思います。それでは第一声は U 字工事のお二人です。よろしくお願いします。わかりました。それでは、行きたいと思います。第一声が我々でごめんねごめんねー。それでは福祉
コーチ。前の方へ押さないようお願いいたします。その場でお願いします。前の方へ押さないようお願いいたします。その場で。